まあ、ですが、はい、今日の話はちょっと違って、ちょっと嫌な話になってしまうんですけど、はい、まあ、また一人、社員が辞めるんですよ。今一番折れるとこだよな。全長あったの？全長は？全長はあったっす。あった？あったのかな。お疲れ様です。そこで曲げた？うちよりきつい会社ってなかなかないんだ。それを3ヶ月近く。すいません。お疲れ様です。名前は？名前ないんだ。はい。間違いじゃん。こいつ付き合ったの？女と。おかげ。女手出したんだね。やべえ、お前の外の女の子、ね、お前付き合ってんだろ。朝言ったよ、彼女22歳2人おるの？3人。女の子3人死んでんの？え、昨日から初めて付き合う、分かる？付き合う、分かる？付き合う、分かる？付き合うは恋人。恋人。ああ、そう。チュ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 。まあ、飲み物ありますね。普通にしてるわ。ビール、焼酎、ウイスキー。ビール好き。テーブルは欲しくない？テーブル、テーブルいらない？机、机。欲しい？欲しいだろ。低いテーブルがいいか、高いテーブル。高い。欲しいな。高い方がいいんだ。椅子10個ぐらいある机な。用意しちゃう。今日は風がやばい。もう今日は風が強いで、車の中で喋ろうか。今の話は実質もうちょっと A と B とを全部買い上げとるんですよ。そのマンションね。マンションね。棟が2棟あって、まあ、ちっちゃいよ、3階建てぐらいのやつですけど、片方のやつを全部寮にして1人1部屋ずつみたいなことで、そこでたまたまそのお前らの方の A 棟の方に一般の人も住んどるもんで、3人女の子住んどるの。ベトナム人。すごいよな。そんな奇跡が起きる。そうでも、もともと住んでた人なんですよね、それは。まあ、ですが、はい、今日の話はちょっと違って、まあ、こんないい話の中にちょっと嫌な話になってしまうんですけど、はい、まあ、また一人社員が辞めるんですよ。なんで辞めるって？もう一番は時間が長いのと、うん、朝6時に来て、最近残業だったんで、うん、もうずっと続いて家帰るのが10時前とか9時半とか、うん、それぐらいがずっと続いてるのと、うん、あと収録が嫌だと。あ、週休2日がいいって、うん、収録が偉いって言ってたら、ちょっと職人はちょっと偉いですよ。来て何ヶ月？3ヶ月ぐらい経つね。3ぐらいじゃないですか。3ヶ月？3か2、2ぐらいです。まあ、今一番折れるとこだよな。普通に考えたら、まあ俺も自分で思うけどね。もともと俺も職人やった時はそういうふうに思わなかったけど、で、今職人から抜けて営業とかいろいろ事務とか使うじゃん。明らかに違うけどね。異次元だよね。異次元。確かにもうそういうやつしか働かんってよくも言うけど。すごいなと思う。事務の人間にも言うけど、まあもう会社員やとったやつとか YouTube 見ただけで来ても、絶対勤まらんで。安藤にも俺はされて行ったんだよな、休止的に。だから一回教えるって言ってたもん。そうそうそう、絶対無理だぞって、お前そんな普通の人間がやる仕事じゃないからってやめとけよって言ったけど、まあ本人もどうしてもやりたいって来たもんで、1ヶ月だけでもやってみなみたいな。3ヶ月か来て、3ヶ月だけはじゃあ進行してやってみって、まあ、やっぱりかって感じなんだけど俺は。他には何、現場で一緒におったりしようかな。僕じゃなくて基本はトシさんなんですよ。ああ、またそこはいかんわ、お前そこはなんだろうな。トシ君は偉いだろう。ただ、その、トシさんと、うん、まあ、その安藤が行く現場が、うん、まあめちゃくちゃ難しいんですよ。僕らは普段触ってるこういう足場じゃなくて、うん、あの、クライミングで足場がこう上がっていく足場が、めちゃくちゃ難しいんですよ。ただまあめちゃくちゃいいように考えたらそこで、まあチャンス。行けばなっていう。ああ、もうワープできるみたいな。そうですね。まあ俺もそうやって言うんですけど、本人に。うんうん、言うけど、せな、普段から、はい、みたいな感じじゃないですか。うん。だから、本当に響いてんのかなって。やっぱ会社員っていう考え方が大きいんじゃないの？ガツガツ系じゃないだろ、あいつ。じゃないです。体育会系じゃないだろ、お前。なんか、そうです。真面目になんか、コツコツやりたいタイプみたいな感じじゃん。いい悪いとかじゃなくてね。コツコツタイプじゃない、なんか。お前には相談しとったの？まあ、そう、はい。辞めるっていうのは。聞きました。ショーに行ったの、まず。
責任者だから。翔さんの前にチラッと聞いたんですよ。結構お前がなんかいろんな問題の中心におんないぞ。ベトナム問題でも、お前中心におったしな。結構キーマンだよな、こいつな。ひそかに。ひそかにキーマン。お前がかぎみがしとっちゃう。そうかもしれないですね。ちょっとこれ面白いで、本人に話聞いたり、ちょっと翔に聞いたり、みんな話聞こうか。そうですね。やっぱこんだけね、あいつも頑張っとったやつだもんで、やっぱみんなもそれなりに心響いとるんだろうな。そうそう、飛ぶとかじゃないんだよ。また違うじゃん。ちゃんと行ってやめていくから。今までもやっぱ、周りが飛ぶじゃないですか、基本は。うん、基本飛ぶよ、ね。やめ方は。だから俺、この期間どうやって接したらいいみたいな。あ、この辞めるまでの期間が。辞めるって分かってるやん。うん。その期間、まあ今まで通り普通に接するけど。うん。まあ、ちょっと難しいよな。それ難しいよな。俺も苦手なんだ。まあじゃあ、せなちゃん、辞めちゃうか。可愛かったけどな、俺あいつ。まあ他の人間の、まあ言うこと聞いてくるわ。お前なりにまたフォローして、また最後ちょっと話聞かせてるじゃん。よかったらね。ありがとうございます。ありがとうございました。次の人。はい。どうぞ。時飛ばししてる。じゃあまず翔さんから。じゃあ翔さんのパートへお願いします。わかります翔さんのこれ。これね、よく写真でこうやってやってるね。ウィンクの感じ。ツンクさん。ツンクさんへ飛んでください。これもやられますわ。リュウジ、リュウジねえな、なんか。リュウジさん、なんか写真常にアホ面だよね。やば。じゃなんか絶対カットしないで。違う、なんかあのホエみたいな顔の写真の雰囲気がある。ああ、なんかホエ顔するよね。本当に急に不意に撮られた写真みたいなのが多い気がする。演じてるな、あいつ。そうそうそう、演じてるんだよ。演じてるのか分かんないけど。じゃあちょっとホエ顔やって。ホエ顔。お前死体顔だよ、ただの。はい。やっちゃったね。やっちゃったー。なんかやっちゃったっすか、ね、なんかやめる人でしょそっちのやっちゃったでしたそっちのやっちゃったですかんやめるもう聞いてないあれ聞いてないですか、うん、忘れてるだけじゃないですかそうやめるって話全長あった全長全長はあったっす あったのかな中盤ぐらいからなんか最初の覇気がなくなった普段静かなんですけど、うんまあ仕事中になると、まあ、キビキビ動くイメージはあるこの子伸びるのかなとかって思ってた矢先なんか元気なのかな何年金でしょ僕ら何年金でした何年金あでも僕は2週間信じる多分14は普通は好きです普通にって最初セナが入ってきた頃はまだ、うん5時にドバに着いて、うん、ちょっとみんなで遊んで、6時に帰ろっか、みたいな時期がちょっとあって、うん、まあちょっと楽しいじゃないですか。しかもそんな疲れないし。うん、言うてでも1週間ぐらいでしたね、その時期。で、そっからどん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 こう、ドタバタして。忙しくなってきて、うん、で、もう朝5時集合の帰り9時とか、うん、なってきたぐらいから、うん、そうですね。そうか、もうちょっと話聞いてみようか。お疲れ様です。やめるんか。ちょっと聞いてよ。はい。いつ？9月の16日です。9月の16日？はい。どう？大変だった。そうです。まあ残業とすごいだな。はい。何が一番嫌だった？まあその朝なんていうか出勤時間って言って。からドバを出るまで6時だよ2週間ぐらいずっと5時半ぐらいで1回5時がありましたそれと休みがちょっと、うん、まあ週1っていうのはちょっときついねもともとはでも分かっとったんだよこれ電話で言っとったもんな、はい、今日きついんですよ、はい、それは分かってますけどで実際にやってみたら、はい、ちょろっとこれさすがにいい例もあってっこの忙しさでの週1っていうのがあれしんどかったね週1ってよりも忙しさに、うん休む暇が1日だけっていうのが足りんかったんや、うん、それなんかあんまりで今後はどうするつもりなのその会社もうトビアやりたくないのかそうですまだ決まってはないんですけど、うん、違う仕事をしてみたいなっていう気持ちはあります何やってみたいまだ決まってないです先輩とかはどうだった、まあ、仕事中はまあ怒られたりは何回かしてるな腹立つとか言ってるな悔しいって言ってたよな、まあ、自分も悪いとこもあるんで、うん、
あ、また誰か帰ってきた。前はさっき根性あるもんな。そうそう、休んだりするんで、もうとかそうなんだよ。結構、選手は休みたいなと思ってたり、うん、それが寂しいな。それ人間関係でってわけじゃなく、うん、もうちょっとしんどかったからね。そうか。俺はせめてね、どうせ折れるんだろうなと思ったけど、逆によう耐えたなと思ってる。ああ、なんでそれを飛ばんかったお前が偉いもん。ちゃんとやめます。3ヶ月ですか？2ヶ月、あ、2ヶ月半分ぐらいです。あ、だから3ヶ月我慢してるって言ってたよ、はい、ちょっと無理でした。大変だった。ちょっとピークすぎたんじゃない、忙しさが。ピークすぎたな。もうちょっと落ち着いてる時だったらまだしも。新人真夏スーパー込み込み状態だろ。お前が僕であるんで寂しくなるな。あんまりお前が伸びるとズボン派で面白いな。カントさんが見てきてる。ちょっとカントさん話聞こうかしら。いい、これ折ったらやりづらい。大丈夫です、ね、来てください。座ってよ。座れ、偉いよ。座れってどう、なんかアドバイスある？アドバイス、今後の、今後のアドバイス。お前申し訳ないって気持ちもあるで、やっぱ顔がこわばるな。申し訳ないって気持ちが大きいか。まあ、あります。あ、だけどまあ、しょうがないぞ。いや、普通の人間もやれんの。確かに。あ、青子ってバカしかないじゃん。本当にな。普通のまともにだって高校行っとんだろ。大学行っとんか。大学行ってない。高校卒業してスポーツやっとった。そんなんじゃできないよ。今の高卒か。いや、卒業しよう。してるんだ。あ、そうは。しとんのあいつ。退学になって一回、通信。行ったのあいつ。テラも一応行っとるか。テラ卒業してるあいつ。通信も行ったよな、あいつ。確かに。通信で。卒業しようなんちゃう。何回か留年の。そういうやつしか働けんねや。逆にやどこ行っても働けんようなやつが働けるところだよな、建設の。めちゃくちゃで言われよ。そうじゃん。普通の会社は前借りなんか言ったらクビだぞ。前借りとか寝坊とか。普通の会社に、ね、寝坊なんかしたらクビでしょ。もう3回あったらもうクビって言ってるのに。だけど建設業はそうじゃないじゃん。ブラーみたいな感じじゃん。またかみたいな感じ。その分地獄の労働が待ち構えてるんだ。それは良し悪しだからさ。生きるじゃない。まあただ建設業はなんか嫌いになってほしくないなと思うけどな。まあ、そこでもありがとうな。はい、じゃあ3ヶ月だ。もたんかったところでいいかな。そうです。3ヶ月弱。残念ですけど。アドバイスある？一応きつい会社ってなかなかないんだ。ああ、まあそうやな。近接業でも、まあ、他の職業よりかは、まあ、まあ、肉体的につらい、精神的にもつらいと思うし、それを3ヶ月近く毎日頑張ってやったのってやっぱ強みだし。まあそうだよな。そうです。辞めるって言ったところで弱音を吐いて飛んでもないし、そうそうそう、来とるわけだもんな。それは偉いと思う。胸張った方がいいから。それが大事に。いい人に見えてきた、カントさんが。いい人ぶり。いや、ぶってないっすよ。まあ、明日から居づらいのも、まあ、みんなと挨拶だけしよう。それだけ動画撮って、いろいろお世話になりました。上下上で頑張りますって。それが一番な。で、だって余計疲れるだろ。気まずいと。あ、なんか帰ってきてみんなそこ行くの嫌だなーってなるだろ。カントさん連れてってあげてください、うん、連れてやって。びっくりしそう。すいません。お疲れ様です。YouTube だぞ。すいません、ごめんなさい。 YouTube だぞ。セラがちょっと伝えたいことがある。伝えたいことがある。ダメだった。来週の16日でやめますけど、これからも頑張るので残り短い時間ですがお願いします。はい、冷たい、みんな。入って。お前、それ以外ないしですもん。入って。じゃあ、はい、頑張ろうとか言ってくれるかなと思ったら、入って。やめるんだって。
もう軽く聞いてました。まあまあ、まあ、みんな聞いてます。まあ、セナの人生なんで。そうですね。うん、まあ、ここに来たね、1ヶ月ぐらいは、いい経験になっただろうし。2ヶ月半す。2ヶ月半す。松田さん。今日帰りも言ってたんですけど、めちゃくちゃできるようになってるんですよ。うん。本当仕事が。もったいねえなぁと思ってた。まあでも、2ヶ月半、休みもせんし、遅刻もないし、18歳でそれできるのがすごいなと思ったんで、それはお前のいいとこだから、次行く会社でもそれを活かして、やればいいと思います。マジいいと。もう別に、戻ってくる可能性も、確かに。気にしもあるだろう。別に辞めたら戻れないという、そうそうそう、会社でもないし、別にみんな出るかもでしょ、そこは。めちゃくちゃしんみりしてる。あと1週間ぐらい、1週間ちょっと、10日あるかないかぐらいです。そうね、楽しく終わるのというね。じゃあ神田さん、最後締めてもらっていいですか。締める。はい、お願いします。この状況で、はい、同じもの買い取り、はい、募集してます。はい、まずっ。めちゃくちゃ怖い。やりづら。また見てね、行きますか。まあでも、応援してください。はい。今後のセナをね。はい。はい。じゃあ、お願いします。お願いします。また見てね。セナ行ってYeah.